で、お名前は？川上信子です。伸びたり縮んだりする信です。ああ。村上さん、財布の内容は？うん、あら、京ちゃん。あら、伸びちゃんじゃないの。君たち知り合いなの？ええ、女学校の同級生だったの。ずいぶん久しぶりね。で、京ちゃん、いつからこれ？3年前から。驚いた？立派だわ。これでも現行犯6回あげたのよ。すごいでしょ。スリにやられたってのあんた？うん、大丈夫よ、調べてるからきっと出るわ。嫌です、嫌ですわよ。見せていただかないと困ります。開けてください。嫌です、絶対に困ります。失礼じゃありませんか。どうしたんです？どうしても見せてくれないんです。困りましたわ。いくら警官だからって夫人のハンドバッグを調べるなんて人権蹂躙ですわよ。でも私たちの職務ですから。嫌です。おい、もったいぶらずさっさと見せてやんなよ。さては、中身はあたいたちのと同じだな。あ、失礼な。これは女持ちの財布ですね。そうですね。
あなたんですか。いいよ。あ、それ私の財布です。これですわ。やっぱりこの人だわ。ちょっと来てください。おいでください。皆さんご迷惑かけました。どうぞ解散してください。やっぱりこの男だわ。バスがちょっと揺れてもよろけたふりをして私に体をぶつけてくるんです。よろけた覚えはあるが、よろけた真似をした覚えは絶対にない。じゃあこれは一体何なの。知らんね。一向に覚えがない。もうずうずうしい男ね。それじゃあ。分かった分かった。この財布があなたのものであるということを調べたいんだが、確かな証拠ないかね。お金がいくら入ってるか覚えています。そうですか。大体の額で結構なんですが、ちょっと。100円札が3枚、10円札が12枚、5円札が1枚、1円札が1枚、5円玉が2つ、1円玉が3つ、総計439円ですわ。きっちりだわ。相変わらず覚えがいいわね。記憶力じゃありませんわ。私貧乏だからお金を大切にしますし、貧乏だから覚えきれないほど持ったこともないだけのことですわ。他にこんなものが入ってますが、これは？あ、それは就職試験の受験番号なんです。今日これから試験を受けに行くとこなんです。間に合うかしら。起こしたあなたのせいよ。じゃあこれいただきます。じゃあ京ちゃん、あとでまた電話するわ、ね、うん、さよなら。じゃあごめん。ご苦労でした。あ、君まだ帰っていかんじゃないか。何、ごまかしてそう言ってやるわ。大体の額でも言えんのかね。だってこれあなたの財布でしょ。記憶力の悪い人だね。さっきの財布あなたのポケットにどうしてあったんですか。はい、はあ、私京子です。え、あ、のびちゃんどうだった試験。あ、そう、第二次パス。これから第三次なの。大丈夫よ。うん、うんうん。え、あ、さっきのスリ、目下取り調べ中。黙秘権を使っててなかなか要領得ないの。うん、じゃあ入社が決まったら電話ちょうだいね。うん、じゃあさようなら。本日多数の女子従業員応募者中より選考いたしました結果、優秀なる候補者5名を選抜することができました。社長はまだお見えになっておりませんが、重役所持の口頭諮問を持ちまして、最後の2名を採用したいと存じます。ではご紹介申し上げます。一
一番こちらが川上信子さん。あ、この子や。あ、この娘はんやがな。合格や。採用に決まった。この紀の国屋の初代文左衛門様がや、あのみかん船を出そうか出そうまいかちゅうて、えらいその迷ってはった最中にやな、その折にはそのネギにわしの先祖の林長五郎がおったわいな、するとな、その先導の一人がやな、ちょっと失礼な話やけど、そのぶっと一発な出しよった。空気みたいもん出しよった。そこでわしの先祖の長五郎がや、はあ出しよったなと、はあこれはつまり出せっちゅう神様のお告げやと言うのんで船を出させよったやんで、船を出したよってにあの大成功とこうなったわけやな。実はな、今朝も来るみちみち、わしはあのみかんの缶詰のストックをな、もう出そうかどうしようかと思って、もう迷いに迷っとったんや。その時や、わしがその自動車から降りるとな、あの娘がわしの方を向いてベロッと舌出しよった。ははこれはまた出せっちゅうお告げやなとこう思うたよってに出す決済をしたやろ。そしたらどうや、お告げっちゅうもの新たかなもんやないか、後から後からな、注文が殺到してきよったやないか。せえよってに、あの子は、採用せなあかんのじゃ。はい、何社長がデパート入ったっきり、バカ、朝の9時から今まで電話一つかけずにその前で待って待ってるバカあるか。大変なことありました。社長が行方不明になられました。調べてるの。もしもし、紀の国屋汽船会社ですか。社長は DA 総裁本人そちら出社なさいましたでしょうか。もしもし、もしもし、紀の国屋証券会社ですか。会長は本日そちらへいらっしゃいましたでしょうか。は、はは。もしもし、紀の国屋ホテルですか。社長はそちらへいらっしゃいましたでしょうか。もしもし、もしもし、紀の国屋レストランですか。社長はそちらへいらっしゃいましたでしょうか。もしもし、社長はそちらへご出社なさいましたでしょうか。専務は、目下専務は内々関係方面に当たっておりますがな、今のところ全然見当がつきませんのでな。失踪の原因は。さあ、それがどうも最近目からばもその大変に嫌がっておられましたからな。釣り船でと捕まるなんて、おめえよっぽどデクノボだぜ。釣りは嘘だが、デクノボは本当かもしれん。言うやつあるか。やあ、おはよう。おはよう。あ、なんだってな、うのぶちゃん、紀の国屋物産閉店だってな。
千人に一人ってから豪気だよ。そうそう、紀伊国屋物産といえば泰山の工場の親会社だ。つまり会社でいきゃ逆ってわけだな。まあさ、俺の子だからね。何言ってんだよ。何しろあの子は母親にでしてね。何言ってんだよ、あの野郎。じゃないか、おのぶはお前に似て、おかめずらか。会社のこと言いなさんね。長男の人はなんて言ってるんだ。え、何々小町だとか、女優の誰それに似てるって言うじゃねえか。おっしゃいましたね。お前さん、私と結婚するときなんて言ったんだ。え、あなたは深川小町だとか、ミス隅田川って言ったら忘れたのかい。そのあたりな子だもの。俺の悪口言うとこだけはお前によく似てるんだよ。悪口じゃないの。あれは批判、批判というものさ。いやいや、分かった分かった分かった。とにかくおのぶちゃんはお前さんたち夫婦にはできつくんきますよ。まあそうかもしれねえや。わあ、のび姉ちゃん綺麗だわ。バカね。お姉さん羨ましいわ。丸の内の会社だなんて素敵な男性いっぱいいるんでしょ。私歯磨き工場だなんて嫌になっちゃった。顔が白くなっていいじゃない。ねえ、もともと白いわよ。お父さんどうしたのかしら。把握しないと遅くなるのにね。それ何の真似だよ。いや、紀伊国屋文太郎さん、ちょっと。紀伊国屋文太郎。紀伊国屋物産の社長さんですね。ただいま重役の方たちがお迎えに参りましたから、一応お引き取りください。大社長、こんなところではもったいない。お膳様になんとまあお詫びを申し上げてよいやら、妻がおいてわしや。さあ、どうぞ。川上さん、専務の特別なお計らいでしたね。いや、わしは何も社長がそのバスや地下鉄に乗って遊びなあったということをあんた、とやこ言うのやおまへんねんで。けど、留置場にちょっといてはったということはやな、これはどう考えても情けのおわすわやな。けどこうしてな、この額の下にこう座ってはったら、紀伊国屋の血がわっと湧いてきますやろな。そこでさ、これ行さん溜まっとるこの書類、これ一つペタペタっとハンコをして、一つ片付けとくれやすな。紀伊国屋父代の番頭、いやいや専務林長十郎、慎んでお願い申し上げます。社長師匠事務係になりました新入社の川上信子さんでございます。あ、社長、5秒前です。あたす。では苦戦会社の方へ参りましょう。お、君は、あなた、君も一緒に来て仕事を覚えてくださいよ。さあ社長、どうぞ。
紀ノ国屋汽船カンパニーの海外輸出に重要な役割を果たしていることは今さらくどくどしく申し上げる必要もございません。最近このみかんの缶詰の海外輸出がはたっと途絶えてしまったのであります。これは我がコンパニーとして憂慮すべき状態に陥る次第であります。幸い会長がここにお見えになっておりますから一言お断り申し上げておきます。これは我が社の経営陣の無能によるものでも何でもなく、ひとえにこれはパチンコのこのせいであります。パチンコですよ。あのチンジャラジャラであります。この重役陣の中にもパチンコをやられるいかわしい重役がいられるとわしは思っております。パチンコやって何が悪いんだ。何悪い。あなたもこの間やってたではないか。あれは物のはずにです。なぜに。いろいろ検討の結果、そのようなことになりましたので、そのようにご決裁のほど。ではそのように決裁いたします。社長、次は高橋一郎氏告別式でございます。あ、そう。は。水戸の産料理屋業人入れ業などを転々とせしが、一度身を金融界に投ずるや器用方変を意図せざる弁礼の会あって、今や業界に号令戦闘するのとき、骨炎として救世せらる。新郎大枠蓮太君は多年の労作によってあっぱれ新人文学賞を獲得せられたと同時に、その小説のヒロインである彼女まで獲得したということは、何と言って祝っていいかその言葉に窮する次第であります。今席は、めでたくもここに新東京交響楽団がめでたく誕生いたしまして、私はこんな嬉しいことはないと思います。大体私は、大学を卒業するまでの希望はこのホール吹きになることだったんでありますが。祝辞花咲き鳥。社長、失礼しました。長寿社会の道場が休然としてここに集まり、ご遺族とその悲しみを共にしたのも、誠に悲しむべき。やっぱ、甚だもって慶賀の至りで、おめでとうございます。社長、次は大蔵委員の接待ですぞ。まあ、まだありますの。いや、まだ4カ所残ってるんじゃ。おかわいそうに。さあ社長、しっかりして。社長、社長。
時5分前、当院起立。9時5分前、9時5分前、当院起立。釈迦提唱、釈迦提唱。長寿な地位にある人が、逃げ出したというようなことになると、ああ株の値は下がるわ、ああ銀行の取り付けは始まるわでな、ああ影響が大きくて聞かないまへんわ。あ、木村君、君はな、社長の外出中の事務を会社におって一切やってもらわんならんのやよってんな。外回りの監督は一切君がやってもらわんならんで、君にな。だ社長捕まえたらな、もう逃がさんこっちゃ。ああ、なんでもいい、もう、そうや、もう、捕まえたらな、あれーっちゅうて悲鳴を上げてな、ああ、もう社長をその暴漢ちゅうの扱いにして、捕まえさせたかて、もう一個かまへんねんで。でも、私、そんなことしたらすぐクビになってしまいますわ。いやいや、紀伊国屋ではな、その社長は代々この口ひげを生やさんならんちゅうことも可見になってんねやけど。この社内の人事に口出ししたらいかんちゅうこともこれ加減になってんねやさかい。ああ心配ない、へ任しとき。へえへえ、まあわしあっての紀伊国屋というてもな、言い過ぎやないねやな。へえへえ、太閤秀吉には竹中半兵衛、徳川家康には南高坊天海な、紀伊国屋文左衛門には林長五郎という偉い番頭があったよってに、その文左衛門様が出世をなすったという、その長五郎の六代目やで、わしは。分かってんのかい。社長、お食事の時間でございます。社長、お食事の時間でございます。では失礼。お待たせいたしました。君は今日の日程は、あ、3時山口義雄博士渡米感想会、3時半原野誠治追放解除の祝宴、5時紀州中学同窓晩餐会、5時半福井霊園会社ご招待、6時九州炭鉱会社。ああもういい、分かった。君は、君という女性はせっかく逃げ出して喜んでる僕の邪魔した上にここへまで来て一体どうしようって言うんだ。すみません。でもどうしてお逃げになりますの。こんな惨めなバカバカしい社長なんかとっても我慢できん。社長さんが惨めだなんて分かりませんわ。分からん。君もよっぽどどうかしてるね。手のいい夏印をさ、休みなしに送られてくる書類にベタリベタリと目くらばんをしている。重役会議で決定したことを社長の名において復唱するだけ。人の作った原稿で祝辞弔辞歓迎の挨拶機械で一平札でオウムでありさえすりゃ一家ご安泰の名社長。見たまえ、
目も悪くないのに眼鏡をかけさせられ、25の時から口ひげを生やさせられ、自分の顔まで人に作られているんだ。それでいて僕を社長地獄に引き戻した憎い憎い一女事務員さえ、クビにできない哀れさと言ったらお話にならんよ。社長さんの今一番なさりたいことは何でございましょう。一番したいこと、私をクビになさりたいことのほかに、ホルンを吹くことだね。あ、そうだ、こんなくだらん話をしてる間に久しぶりに吹けたんだな。社長さん、お吹きなさいませよ。だって君仕事が。いいえ、大丈夫でございますわ。私生まれつき忘れっぽくて、ご日程をお知らせするのをついうっかり忘れてしまうようなことがございますの。社長さんのご日程をお知らせするのと、その場所をお連れいたすのが私の責任でございますから、その点はどうぞ私にお任せくださいませ。ついうっかりしようとしまいと、私の勝手でございますわ。ついうっかりね。社長さんどうぞ。ネズミの子だよ。どうもおかしいと思った。まあ。どこか行かれたかい？社長さんまだお降りになりません。もしもし、社長まだお出かけではございません。少々お待ちください。そうだね。ああ、そうだよ。もしもし、自動車はまだありますよ。もしもし、もしかすると受話器が外れているのかもしれません。はあ、はあ。これ、中から鍵かけたの。お母さん、ありませんよ。何かこれ。社長、あんさんのお心持ちはな、わしはよう分かってますへえ。けど、わいももう取る年ですさかいな。もういつ何時あの世からお迎えが来て、ご先代にお目にかからんならんちゅうなことになるやも分かりまへんよってな。うん、そん時になってあんた、あないや、こないやちゅうていろいろ、まあ、申し訳したところでもう手遅れだすさかいな。
どうでしやろう、そのめくら版、いや、あの、ご決裁のご飯をな、ペタペタっとこう、ここへこう、早いとこ、押してもらえまへんやろか。めくら版はいわば一つの詐欺行為だからね。詐欺？誰がそんなこと言わはりますね。決裁もしないのに、決裁したふりをして騙すことだからね。まあ、よう言いまへんわ。うん、そんなお釈迦さんの寝言みたいなこと言うてもろったら、あんた、どだい商売になりまへんわ。君には僕の良心が分からんのだよ。分かりまへんな、そんなもん良心やとかもう詐欺やとかそんなこと言うてあんた紀伊国屋が潰れたちゅうなことになったらあんた御先代さんがまた涙流して泣きはることでしやろ。泣きたいのは専務の方だろ。はあ、そうですがな。あ、泣きとますし、けど、まあ、あんたもな、あの紀伊国屋に支えられてる何千というその、まあ、家族のことを思うてな、ちょっと頼みますさ。ちょっとペタペタって上へ半押しとくれやすな。へ、本日のご日程を申し上げますわ。さあ、今日こそうまくお逃げなさいませ。私初めてお会いした時のお詫びをしたいのです。
た。お待ちどさま。うまくいったね。え、いい秘書でしょ。うん、ありがとう。さあ、帰りましょう。じゃあ、さよなら。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 お金全然お持ちにならなかったの？うん、持ってるよ。10円札が13枚、5円札が18枚、1円札が8枚、5円玉が5枚、計253円になり。まあ、素晴らしい記憶力。あ、そうだ。小切手帳持ってるんだ。ストライキの先日用に一員だけは持ってきたらいくらでも出せるよ。ダメダメ。社長さんの手がかりつかむために全国の銀行に網が張られてよ。ああ、そうか。そうだわ。いいことがある。冗談じゃないわよ。クリーニング代にいくらかかるっていうの？これを売って代わりを買うのよ。一回の儲けじゃない。ところがね、こういう上物となると。なかなかさばくのよね。何言ってるのよ。すぐ売れるわよ。もう少し高く買ってよ。若いもんって来た日にはこっちの壺をすっかり押さえてかかるんだから。本当に君の家へ行っていいの？大丈夫でございますわ。でもただバレないようにその打ち合わせだけはちゃんと。僕は君がつい社長さんって言いやしないかと思って、それが一番心配だな。私考えたんですけど、社長さんのお名前を左の線の男と書いて幸男さんとお呼びしたらどうかと思って。幸男さん？そんならうっかり私が社長さんって呼んでもみんなには。なるほど、幸男さんって聞こえるか。これはうまい。9番さん、10いっぱい。おい、10もう一杯。もうありませんよ。何？大田次郎、お前の酒屋行って買ってこい。もうよした方がいいよ。何？おい、和子、お前行ってこい。お向かいはね、私が買いに行かない分には秋だる洗った水も売ってくれないってことになってるんですよ。どんなかお前はよその島で行って亭主の悪口言うのか。批判だわ。お前だな。ああ、母親の思想を悪化させやったら酒屋さんなんか引っ越しちまえばいいのよ。ああ、そう、わかりました。え、皆さんがそうおっしゃるんならもう結構です。お前前のうち行ってそいってこい。これからな、秋だるを洗った水も金輪際いりませんからとそいってこい。ただいま。おかえり。遅かったじゃないか。おや、お客様かい？ええ。社長さん、どうぞ。え、社長さん、おい、何してんだろ、おい。まあ、よくまあ、こんなむさ苦しいところへ。さあさあさあ、社長さん、何してんだ。まあ、どうもよくまあ、会えてくださいました。ありがとう。すいませんさ。ねえ、ねえ、ねえ、じゃないよ。ありがとう。どうも、すいませんさ。よくまあ、こんな。どうぞ、どうぞ。どう、いや、あ、どうぞ。お上がりになって。どうぞ、どうぞこちら。どうぞ。まあ、よくいらっしゃいましては、私はこの信子の父親でございまして、大作と申します。どうぞよろしく願いまして。おいおい、社長さんにご挨拶してくれ。母親の八重でございます。この度はどうも信子は大変お世話になりました。こちらこそ。本当にどうも。どうぞ。娘のことを親が言っちゃいかがかと存じますけども、本当にこの信子という娘はよくできておりましても、なんてことは、私に、いや、私には全然似ておりません。これも死にちゃいけません。これっぽいでも似てないんですからね。まあ、こいつは、まあ、その、この、お袋を生き打つというわけでございまして、ね、まあ、人間はしっかりしております。これはもう確かなもんでございましてね。もう、彼なんてもう、これ、
何千万という金を渡しといたって絶対心配がねえというからは確かな、そこのところ私に似てませんで、これ女房に言ってるということだってまあ何言ってるんですよ、それじゃまるで私が一人で作ってみたいじゃないか。いいえね、この子はうちのお天道様なんでございますよ。まあこの子がおりますとね、うちの中なんとなく明るくてポッとあったかいんでございますよ。まあこの子がね、父親のまあここにもうそのまんま生き写したんでございましょうね。だったらそれ、うん、だって、うん、まあ配信が出ますけど、まあこいつの言うことあんまり信用なさらないでくださいって。彼女にね、信子が俺に出たらどうすんだ、やっぱりこう飲んでかおい。なんなこと言ったってないかい。そりゃ信子が私見たらおかめだって言うのかい。かわいそうじゃないか、そんなこと言ったら。え、今日なの若い人なって言ってんのさ。え、なんだか小町とかさ、あの女優の大さんに似てるとか、大変な評判の美人じゃないか。社長さんどうぞ殺すで言うことなんかどうぞもうね。あのねお母さんもお父さんも何勘違いしてんの。この人社長さんじゃないのよ。社長さんっていうの、左の線の男と書いて社長っていうのね。この人の名前よ。なるほどね、左の線の男で幸男、幸男、社長、随分ややこしいのかね。どうも変だと思ったんですがね。幸男、あなたの親御さんもあんたに社長さんみたいに出世してもらいたいと思ってつけなさったんでしょうね。でこの人は信子、うちの二階に下宿させてあげるのよ。下宿。ええ、いつかお父さん大勢住宅なんで困ってる人がいるんだから、うちの2階でも貸してやったら助かる人もいるだろうって言ったことがあるでしょ。だから幸男さんが困ってるって聞いて私お連れしたのよ。それはお前、一時は豆腐の売れ行きが悪かった時は、まあ、人でも置いたらいくらかまあ、親のやつがやりくりが楽になるだと思うから。いいえ、お父さんの飲みしろをね、なんとかして出そうと思って私が言い出したんだよ。まあご夫婦仲のよろしいこと。じゃあこれで決まったと。じゃあ幸男さん、私の兄弟をご紹介しますわ。長男の大二郎、世界一の豆腐屋になるんだそうです。寝言の名人。次は次女美音子、目下太るのが頭痛の種、毎朝美容体操をしています。次は末っ子の和子、歌が上手くておしゃまです。僕紀伊国、あの木下社長です。どうぞよろしく。あ、これつまらないもんですけど。お父さんにですって。あ、そうすか、どうぞどうぞ、ありがとうございます。あんにくね、たった今お父さんがうちじゃ飲まないって言ったばかりでしてね。あら、じゃあ悪かったわね。私お父さんが一番好きなのこれだって教えてあげたもんだから、社長さんがわざわざ買ってきてくださったのよ。うん、でもね、私も一遍男として飲まないと誓ったからには、まあ、男の意地があるから飲みません。けども、それではあの社長さんに対して義理がつまないからね。ね、まあ、義理を立てれば男が捨てる。男を立てる。義理が捨てる。これどうしたら、よく論話になって。きびきびやりながら考えんのよ。これは目やん。あと。じゃあ、私、お味方片付けてくるわ。お父さん、焼酎なんか飲ましてダメよ、社長さんに。ああ、いいと思う。兄ちゃん、あの日がっかりしちゃった。どうしたのよ。だって、せっかく丸の内の大会社を務めたって言うからさ、素晴らしい青年社長でも連れてくるかと思って楽しみにしてたのに。あんなの、うちの歯磨きコーデにだってザラにいるんだもの。しょうがないとね。さあ、早く手伝ってよ。お前さんって人はね、万事うちにこもる性分だ。そういう、まあ、そうなるとね、心から。こいつは一番いい薬だよ。これやってこう胸をこう開けるってつけなきゃダメだよ。焼酎なんて何しろ生まれて初めてなんで。なあ、当たり前だよ。おふくろの腹の中にいるうちから焼酎飲んだらって聞いたかったね。景気よく一つやってくれよ。どうぞやってくれよ。信姉ちゃん、あの人変だよ。どうしたの。ちょっと来てごらんよ。
ゃあその社長さんってまるでただのデクノボじゃないの。そうそうそうなのよ。それに同情してるってわけ、あんたが。ええ、でもね、社長のいなくなった会社の中どっち見ても悪玉ばかりでしょ。私悔しいやら心細いやら。何言ってんの、やなさいよ。いざって時は私たちがついてる。本当頼もしいわ。くよくよしないでこの手紙出しちゃいなさいよ。じゃあしっかりね、さよなら。さよなら。実は本日配達の郵便物の中に各位に宛てた社長からの書状が一通混じっているのを発見したのでございます。社長はそのご書面に今回お取りになりました行動の意味をお印になっているのでございます。社長の直筆ではございませんが、社長の今回お取りになりました行動の意味を詳しくこの中に書いてあるのでございます。うん、何かその封筒には社長の現在いてはるそのところが書いてあるのか。いや、ございませんな。いや、現在いらっしゃるところに関しては本文の中に、うん、僕は諸君のそばにいつも座って諸君の言い分は全部聞いてるとこう書いてありますよな。アホどもはもうすぐ時期こんなその子供騙しみたいな手に引っかかってるの、慌て去らんのじゃ。ほんで、なんでその社長はこんなことしたって言わはんのや。そうですな、まあ、結局ですな、社長のつまりまあ、社長に対しての行動について全重役の反省を要求している次第でございまして、まあ、いわばそのための一種のストライキ行為と見ても構わんとこうおっしゃっておりますな。ストライキ、ああ、ストライキなんて言わはって、じゃあ何ぞその実力行為のできるメドでもあるのかい。それが実は実演をお持ち出しのご様子で。はあ、それは社長にしちゃできすぎたことしやはったな。始末してんだよ。焼酎風呂、おい、俺も入れてくんねえか。ダメダメ、お前さんには飲まれちまうから。おい、おい、竹さん、おめえあの中天ってのは知ってるか。さあ、そういう天ぷらや聞かねえな。天ぷらじゃないよ、焼酎飲むと天下を起こすんだ。だから中天だ。あ、中天。ああ、うちの2階にいるやつかな。中天なんだよ。それ見たかったら衣装持ってこい、すぐ見せるよ。はあ、中天か。とにかく変わった人だよ。朝ごはん食べてるときにね、9時が鳴ったらいきなり気をつけをしてね、昨日暗いのと来たんだからね。あの人どうも頭おかしいんじゃないのか。わかるわ、社長さんの。うん、何でもないの。それからね、うちの豆腐のラッパの親方みたいなの吹き始めたんだよ。あれはね、ホルンっていうの。ホルモン。どうりでよくプープなると思ったよ。違うわよ、ホルン。社長さんは2階だよ。まあ、社長さん、そんな困りますわ。いいんだよ、吐いても吐いても埃が出るんでね、面白くて。あ、一つどうぞ。ダメダメ、今日はお母さんにまずあげてちょうだい。え、おい、こんな結構なものなんだってお
お母さん、おめでとうございます。はい、これ私たちのお母様への贈り物。ああ、今日は私の誕生日だったのかい。すっかり忘れてた。こうしてお父さんちゃんと覚えててタコを買ってきたのにね。珍しいこともあるもんだね。まあ、いや、その、まあ一杯行こう。はい、そうですか。じゃあ少しついてくださいよ。あ、あのね、信子、今日工場でちょっと小耳に挟んだことがあるんだけどね。おめんとこの社長はどっか雲隠れしたってじゃねえか。あのね、バカ社長だな。バカですか。あ、バカだよ。だってお前、お岩の席行っちゃ奥山行ったり、何でもこう弔いとこ行っておめでとうございますな、とじかなことばかり言ってそうじゃないか。確かにそういうこともありました。お前知ってんの。あ、いや、その話は有名ですからね。うん、それで今度は雲隠れしたことについては、なんだ、目くらばんをさせるのが嫌だって話だって。どっちにしても呆れ切った社長ね。はあ、呆れ切った社長ですか。だけど目くらばんを押すなんて誰だって嫌に決まってると思うわ。バカバカしい仕事なんだもの。なぜバカバカしい気がするか分かるめ。それはな、人を信用することを知らねえからなんだ。人間誰だって目くらばんをしてるんだ。早い話がこの俺だ。え、このうちの運営ってことに関しては、もう一切この加川課長が書き出す書類に最下位俺は反応してんだって。目くらばんをしてんだよ。あ、この大二郎がどこの学校行ってるか、峰子がおめえ何買ってるか、だから何も知らねえんだからな。え、全部関わりに任せたんだぜ俺は。そこでだ、え、人間を、人を信用するにはな、信用できる人間を作ることだ。そのためには上に立つ者の人柄というか、信子のところのバカ社長みたいにお前何でも嫌だ嫌だじゃ、ほいじゃお前ますます信用できねえ人間ができるばかりってことよ。なおや、なんだ小林さん、ずいぶん難しい話をするじゃないか。いや、つまりさ、俺という人間が酒飲みのぐうたらなようでも根がしっかりしているから加川が信用するの。俺が酒をやめたと言いや、まあおめえが気の毒に言ってんで黙ってても晩酌に一本つける、こうかなくちゃいけねえやな。行っていこう。お前さ、私が誕生日の弱みにつけ込んでごまかすんじゃないよ。そうだわ、お母さんの誕生日お祝いしてあげなくちゃ。どうぞこれ一つ見せてもらえませんかね。うーら、あら立派なもんだね。まあこれじゃまあ豆腐200丁ぐらい買えるね。お前さ、似合うだろう。どうもありがとうよ。こんないいものもらえるんなら誕生日なんてうっかり忘れてらんねえな。俺の誕生日いつだったっけな。新と旧と二つあったろ。どうぞ。ずーしさあ、余興始めましょう。まっかずちゃんからね。お母ちゃんのために八王子さんの作った今日はママさんの誕生日という歌、おじさんの伴奏で歌います。妈妈。
ゃったな。社長さん、明日は日曜ですのよ。ああ、明日のご日程を申し上げますわ。え、社長さんの一番いらっしゃりたいところをご案内申し上げたいんですけど、どちらがいいでしょう。動物園。まあ、動物園。豆腐と大きな寝言。おい、ちょっと。何、お父さん。あ、ゆうべはね、もう酔っ払っちゃって言うの忘れたんだけどね、お前さんに喜んでもらおうと思うんだ。明日から俺の工場一緒に勤めていいことになったんだよ。え、お父さんの工場に。そうよ、お前紀ノ国屋物産の子会社だからな。まあ辛抱してやりゃなんで、まあ、お前なんざこの人の上に立つっていう兄さんが出てるんだから、じきに長の字がつくようになるよ、うん。まあこれ実はそのね、俺は仕事が決まってから言おうと思ったんだけどね、だけどまあ早いとこ行っちゃうかね、その、うちの信子をお前にくれてやろうと思うんだ。うん。よし。信子のやつだって、これ、おい。なんて。それになりませんといけませんわ。ああ、思い出した。昔は僕も文学青年でね、初めて書いた小説の中に若い男女が出てくるんだ。それで二人はいつの間にか愛し合っていたんだが、お互いに一言も口を聞かなかったんだ。面白そうだわ。それで初めて女の方が口を聞いたのには、あなたおひげをおそりになりませんとって言うんだよ。大変。第2審の書状をここで読み上げます。ただし先般林専務が忌み軸も勘破されたごとく、この手紙は何者かのいたずらによりましてなされました偽の手紙であるかもしれんということをあらかじめお含めの上で、うだうだ言うとらんと、はい、読みなあれ。一つ、社長秘書木村徳兵衛、つまり私でございますな。なんて
木村徳兵衛の社長失踪口止め料特別予算の使途を確かめるようあり。あ、おいおい、どこへ行くか、明確にしろ。いや、これはつまり偽手紙で。ほら、わしの目をな、じっとまっすぐ見てみ。は？専務、紀ノ国屋証券では社長の判がないので一切の取引を停止するそうです。専務、紀ノ国屋銀行では大混乱で頭取が見つかるまでは閉鎖の状態です。専務、紀ノ国屋汽船の方から書類の決済がつかないので船は全部港に停泊しているそうでございます。専務、紀ノ国屋ホテルの従業員代表が社長のストライキの真相を発表しろと言っております。専務、専務、困ったな。おいおいおい、君どこ行くんだ。そりゃ満載しとるじゃないか。からはこっちこっち、ここ住むんだ。ここいいかね。おい君、このコンボは何だ。こらえ、なっとらんじゃないか。これ直す、直す、直す。え、やり直す、やる。どうだい、うまく務まりそうか。ああ、大丈夫です。まあ、初めは骨が折れるかな。慣れりゃ何でもねえんだよ。それにこの滑走という仕事はね、誰とも一度経験しなくちゃいけない仕事なんだ。ああ、しかし物を作るということは大変な仕事ですね。皆さんの苦労がよく分かりました。いろいろと今後の参考にします。参考？え、いや、つまりその僕が立派な職工になるための参考です。まあ、中田どうだって言いやがら30年金属の俺がついてるんだ。な、心配すんなよ。またがんもどきだ。私の汗と涙を思い出すようにと気合ったなっちゃう。おい、峰子、お前今夜あの大二郎と和子を連れて映画見に行かんか。ほんと、すげえな。嬉しい。私断然洋画よ。僕はチャンバラ時代劇だよ。私漫画映画よ。いやよ、断然洋画よ。絶対チャンバラだよ。私漫画映画じゃないと見に行かない。あ、そうそう、ほら、あの緑川町のシネマ館で洋画とほらチャンバラと漫画の3本やってるよ。僕たちも見に行こうか。だダメですよ。そこは大人行きませんよ、大人。どうだろうね、信子、お前も年頃だし。どうだろうね、社長さん、あんたも年頃なんだが。お前、社長さんはどう思う。そりゃ立派な人に決まってるわ。そうかい。あんた、うちの信子どう思うね。そりゃ立派な娘さんですよ。うん、そうかい。実はね、社長さんをお前のお婿さんにと思ってるんだがね。え、実はね、信子をあんたの嫁さんにと思ってるんだがね。ダメダメ、そんなこと。お母さんってなんて浅はかで口が軽くておっちょこちょいで、社長さんはね、感じれった。あの人はね、とにかく私なんかとは月とすっぽん。そりゃまあ、あの人は縦から見ても横から見てもってほどじゃないけど、すっぽんよかマジだと思うけどね。何言ってんのよ、私の方がすっぽんよ。まったくおじさんは潮が深くて口が重たくて落ち着いてらっしゃいます。まあ、その点はね、香川出したも月とすっぽんの違いだからね。しかしな、これまでとも言い出すまででも限られたんだからね。あれ、社長さん、まあ、あんたの返事は聞かなくても分かってんだよ。僕のようなデクの坊にはもったいないぐらいで。なるほど。私どうしよう。二階でも私のことをお父さんがどうのこうの社長さんに言ってんのね。困ったわ、どうしよう。社長さん、社長さん、私社長さんがお気の毒だと思っていろいろお世話申し上げたんですけど、とんでもないことになりそうですわ。私何だか怖くなってきましたの。お願いです、すぐ社長さんにお戻りになってください。僕は社長です。いや、私だって社長さんが社長さんだったら。左の線の男。いえいえ、すぐ元の社長さんにお戻りになってください。僕は社長です。
長さん、お願いします。今日からでも会社いらしてくださいね。おだだーん、あきれなやったな、お前。昨夜切り出したばかりじゃないか。朝っぱらからもういくら好きな男だってあんまりだぞ。何言ってんのよ、お父さんは何にも知らないのよ。分かってる分かってんだ。寝ては夢、起きては素幻に乗ってな、これと病の分からんのこと申し上げてよ。みっともないから。みっともねえな、おめえじゃねえか。社長さんもそうだよ。朝っぱらからおめえいくら惚れたなんてもの仕事っぷり出していってらっしゃい。おさあさあ行こうよ。もう行く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 。これはどういうわけなんだ。缶なしで缶詰をこさえろって言うんであらないな。まったくだ。湯飲みなしで茶を飲めっていうようなもんだぜ。いやね、さっきも係長に相談に行ったんだが、何でも書類が上の方に引っかかったなとかってさっぱり言われないんだ。え、書類が引っかかってるって。うん、なんだバカな話あるかやんな。現場の俺たち信用しねえなんてけしからないだやんな。そうだよ。ちょっと君、現場に缶が回ってこないってのは一体どういうわけなんだ。なんだお前は。係長、昨日入社したばかりの男なんですよ。健康診断はしたのか。はっ、うっかりこの方の診断を忘れまして。何を言うんだ。わしは社長だよ。君、君、様がお姿をおくらまし遊ばしたということは金がねを受け止まっておりました。まさかにと公務様の真似を遊ばして我々末端の状況視察をなされるとは、さすが紀の国屋の大社長様。あの、決して他言いたしませんから、どうか私めの無礼はお許しのほど、真摯でご容赦のほど。はい。それでさっきの返事は。は、それがその末端のことはこの私めを信用して全てお任せくださればよろしいものを、実は課長様が書類のハンコがどうのこうのと。はい。課長が。あ、私に任せて信用しててくれればいいもの。部長が書類のことで。あ、総務部長が書類のことで。は、工場長が書類のことで。は、何しろ本社の方で書類にハンコしてくれないもんでございますから。わかった。え、これはな、紀の国屋のこの大本島の社長が逃げたことが原因なんだぞ。おい、で、俺たち本社行って一つ談判してるじゃねえか。あんたたちは。ええ、財務会社の代表なんですが、財務がなくて困ってるんですよ。やがったな。とにかくも社長が行方不明でな、話にならんのよ。ほら、社長がいねえって済まされたんじゃ俺だってまあまあ悔やみできるからな。いやいや、それは分かってる、それは分かってるから、もう少し待ってくれたまえ。で、あんた方は。紀の国屋レストランの代表ですよ。ああ、それがじゃな、社長が行方不明で困ってるんじゃ今。レストランの経営が不能になってクビになったら大変ですからね。そうよ、私たち困ってんの。ああ、それは分かってるから、もう少し待って。缶詰工場の方が面会に来てますわ。何、缶詰工場。あ、わあ、わしはもうフラフラだ。ただいま重要会議中ですから。こっちだって重要な要件で来てるんだよ。社長が逃げたって済ませたんじゃかなわねえや。専務さんに会わせてもらう。専務さんに。いや、とにかく面会謝絶ということになっております。それで食わねえよ。おい、どうだい、みんなこう、あの、座り込みでいけよ、座り込みで。座り込みでいけよ。あのな、諸君、今度のその社長の雲隠れはやな、ちょっとこれは手が込んどりますね。ほんでもう時々その偽の手紙が来るちゅう以外にはやな、もう何の手がかりもおまへんねや。ねえ、けどあんた、あ、こう代々栄えてきたこの紀の国屋としてはや、もうこれ以上このことを世間に隠しとくちゅうわけにもいきまへんしな。それにもあんた、もうそろそろ会社もこのガタガタしてきよったがな。な、そこでや、もう毎日毎日その関係会社の重役からあんた、もう従業員までがこの押しかけてきよる。もうその応対だけでももうあんたクタクタですが。さよってに、ここで
どうでしょうな、その臨時株主総会を開いてやな、社長が見つかるまでの間やな、その臨時の社長を作らんならんと思いますのやけどな、どんなもんでしょうな。いや、これはいよいよ林専務に出馬願わなければなりませんな。何を言うてんねん、あんたは。ま、待ってください。社長さんはきっとお帰りになります。君はなんでそんなこと言うのや。え、もう何ぞお告げでもあったんか。私ただそういう気がするんです。ああ、僕だ、社長だ。大変大変、社長さんよ、社長さんがいるわ。もしもし、もしもし、重役室ですか。はい。は、え、まあ、あ、大変、社長さんお帰りになりました。どこにいてはる。今社長室にいらっしゃる。社長、ほら、いや、それ、社長どこにいらっしゃるんじゃ、うん、どこにいらっしゃるんだよ。あ、社長さん。あ、社長。社長、よくこそお帰りで。まあ、これはまあ、えらいご苦労しやがったことでしやろうな。 あんなもう汚い着物着て、へえ、メガネはもう取られるわ、ヒゲはむしられるわ。ああ、もう長十郎も一世一代の不覚や。もう先代様にも何と言うて、もうお詫び申し上げてよいやら、もうすんまい。皆さん、私の数日間の逃亡によって皆さんに多大の損害をおかけしたことを深くお詫びいたします。しかし私はおかげでいろいろなことを身をもって体験いたしました。教えられました。そうです、私は皆さんを信頼することを知らなかった。したがって私は皆さんに信頼される社長でもなかった。これが全ての原因でした。しかしもやはや今の私は数日前の私ではないつもりです。一切の儀礼的会合を断っても私は速やかに実質的にこの書類を決裁するつもりです。もしもし、はい、缶詰工場の人たちが専務に、え、よろしい、こっちに通しなさい。皆さん、社長が直々お目にかかるとのことです。どうぞ。社長、よう分かってくれはりましたな、大きに。あ、へえ、へ、まあちょっとわしもちょっと考えが古すぎましたけどな。へえ、これもお前がいかんねん、そばへついとってお前がどんなやっちゃんまにピッまに。社長、申し訳ございません。いや、いいよいいよ。どうぞお入りください。まあ、お父さん。社長の文太郎です。あんた、社長さん、いや、社長さん。缶詰工場の皆さん、いろいろお世話になりました。皆さんの気持ちはよくわかりました。いや、いや、その、もうそうと決まれば、もう用がねえようなもんで。社長さんさえお帰りになったんなら、もう俺たちは何も言うとかね。帰ろう。失礼しました。お、ちょっと。あ、お父さん。大作さん、ちょっと待ってください。あなたには特にいろいろと改めてお礼を。よろしくだ。あちらね、人間はこんなくだらねえ、ただの職工だけど、一寸の虫にも五分の魂ってことがある。お前さんが社長なら社長でそう言っていいんだ。社長からちゃんと打ち上げ作れないじゃないか。
かかわたちもみんな騙されたって知らねえから一生懸命になってろ。あっしはいいよ。けどね、娘までお前もう今日限り娘も一緒に やめさせてもらいますからね。そんな引き出しに君に処理してもらいたい書類が一通入ってるんだ。返事は屋上で待ってるよ。さんにご迷惑かけたスリ捕まえましたわ。まあ、あなたが。そう、昨夜の終電で現行犯を押さえちゃったの。夜通しの取り調べですっかり泥入っちゃった。これから本庁へ連れてくとこなの。これで7回目の手柄ね。うん、社長さんスリにしてごめんなさい。舞勇気いかがでした？ああ、東京にも美しい熊がたくさんあるってことを知ったよ。あ、下ですり子が待ってんの。ジェノビちゃん、またね。さよなら。スリは憎らしいけど、君に会えたのはあのスリのおかげだっておっしゃいたいんでしょ。私のめくら番。あら、鳩があんなに。